鬼王を退治した今、一族の長老たちは私との実力の差に気づいただろう。あいつらは害虫のように源家をじわじわと蝕んでいた。私は生まれた時からあいつらと違った。山で悪鬼に襲われた時、私は自分の血を使い、妖怪を先祖の守り刀に封じ込んだ。そしておにぎりという強力な怪物を作り出した。契約を結ばせ、手なずけ、しつけをし、正義という概念を吹き込む。そして偽りの記憶を植え、服従させた。それ以来、似たような怪物を数え切れないほど作り出した。源家は私の指揮のもと最強の一族となるのだ。だが、おにぎりはなぜ姿を消した？